牧秀悟と高橋周平、試合中に突然プロレスを始める。楽しそう。周平が全力で避けてくれなかったら多分牧は大怪我してたわ。ええやつなんやな周平。首折れるやろ。周平金玉やられてないか？なんで牧ノーリアクションやねん。受け身うまいな。運動神経の塊やなアスリートって。ドカベン柔道編やん。牧のスライディングが近すぎやな。これなら駆け抜けた方がまだ良かった。下手したら首折れてんぞこら良かったな何もなくて。カブトムシの戦いみたい。周平もスライディングに切り替えたらよかったのに、牧を湯野に走り抜けて直撃は危なすぎるわ。牧の何かありましたか？かん。周平のベース前の小刻みステップ何やねん。牧気遣う素振りもなくて草。周平受け身うまいな。素晴らしい受け身を取る周平。周平を心配する牧。牧とハグしたいけどちょっと待ってと言われて素直に待つばわー。いろいろ面白すぎた。牧がまるで普段からある当たり前の出来事のように戻ってるの草。やっぱプロ野球選手って運動神経すげえな。